はい、北宮子のえ、それは知らなかったジャーナルです。今日は1月20日木曜日の夜ですが、佐竹敦子さんをお呼びしてお話を伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。はい、どうも。どうも。佐竹敦子さんはマイクロプラスチックストーリーという映画をお作りになった、映像監督映像監督と環境活動家、ま、あ、そうそう、ドキュメンタリー映像作家、失礼しました、そして環境活動家です。はい、あの昔は学校の先生もやってらしたと伺っていますが本当でしょうか？いや、学校の先生自体はやってないんですけど、今はあのニューヨークにあるですね、カフェテリアカルチャーという非営利団体で、はい、ニューヨークの小中学校に出向いて環境教育のプログラムをやってますので、教室で教えてますし、教えながら映画も撮るし、まあ、そんな感じですね。はい。その映画の内容が教えてらっしゃることのその実践を記録したような映像という理解でよろしいでしょうか？はい、その通りです。はい、見させていただいて、劇場で見させていただいて、非常に感銘を受け、そしてつてがあったことは、発見し、そうですね。ぐるぐるぐるって引きずって、たどり着いて今日お話を伺うことができて、非常に。あ、こちらこそありがとうございます、本当に。はい。砂の中から見つけたマイクロプラスチックを拡大して見てるんだよ。マイクロプラスチック多すぎ。2050年、私たちは43歳、その頃には海がこんなになっちゃう。これ簡単に砕けるよ。こういう袋は廃止しなきゃ。これらのプラスチックは全部数え切れないほどのマイクロプラスチックになっていくの。空気中のホコリの中にもマイクロプラスチックが含まれているんです。学校給食のプラスチックもプラスチック汚染問題の一部なの？私たちは発泡スチロールに食べ物を入れてと頼んでない。僕たちには自分たちの環境を守る権利がある。プラスチックを作ることも問題なの？それからなぜか涙が溢れてきました。ああいう運動ができるっていう教育が感激しましたね。子供にできるんだから私たち大人にできないはずがないと思うと本当に勇気をもらえた気がします。あなたたちもっと頑張んないと。もっともっと発泡スチロール廃棄。ありがとうみんな。遅いの。勇気を出して一歩を踏み出して。強い気持ちがあれば必ずできるさ。250人の子供たちに話しかけてるんで、みんな行動を起こしてくれてありがとう。発泡スチロールはもうやめました。勇気ある若い皆さんの力を世界に示すために。このマイクロプラスチックストーリーっていうのは、まあ、マイクロプラスチックっていうのがこう環境に出てしまうと悪さをするかもしれないからなるべく出さないようにするんだよという環境教育のドキュメンタリーであることもさることながら、私は何よりこの民主主義の手順っていうのがとっても分かりやすく、まあ、抵抗感なくって言ったらおかしいですけど、恨みつらみとかがなく、とても分かりやすく知ることができる貴重な映像作品だなと思って、一人でも多くの人に見ていただきたい。でお年寄りから子どもまで、おじいちゃんおばあちゃんが孫と一緒に楽しめる、で日本の民主主義の話ができる、そういう映像作品なんじゃないかなと思いました。
はい、ありがとうございます。これはですね、そのニューヨークで、やっている私たちの環境プログラム、はい、環境教育のプログラムを、まあ、ドキュメントしたものなんですけれど、ブルックリンのですね、小学校の、まあ、主人公たちというか、2クラス56人なんですけどね、彼らが4年生の時にプログラム入って、で、入った時にですね、もう学校の、まあ、子供たちのまず、オープンな感じとか、もうエネルギーとかですね、それも素晴らしくて、で、地域のやっぱ大人たちのすごい子供たちも心からこうケアしてるああいう感じとかっていう、とか結束の強さとかね、そういうのがもう素晴らしくて、もうこれはドキュメンタリー映画にしたいっていうのがすごい気持ちがもうふつふつと湧いてですね、それまでも環境教育のプログラムっていうのは私がもうカメラ持ってですね、YouTube には常に上げてたんですけど、これは10分の YouTube のビデオとかじゃなくて、やっぱり、ドキュメンタリー映画ね、それもちゃんと長編のものを作って、やっぱりこう世界の人にか、最初はね、でもね、ニューヨークの他の学校の人たちに見せたいと思って、作り始めたんですけど、本当にこんな世界の、今もう40カ国以上で上映されてて、すごい7カ国語に訳されてて、で、日本、吹き替え版はドイツ語と、日本語に2番目なんですけど、それができててですね、本当にこんなに広まると思わなかったし、もう世界中の人たちとですね、こういう座談会ですね、いわゆるもうアクションを話し合う座談会をやってきました。もうインドから中国からロシアからカタール、ヨルダン、グアテマラ、ニュージーランド、イギリス、本当に、もう日本だけでももう100件ぐらいやってます、座談会を。すごいですね。そうですよ。本当になんかそれがね、もう、やっぱこの、ブルックリンのあの子たちのエネルギーとか、パッションとか、気持ちとかっていうのが、これだけ世界の人に伝わったし、やっぱりこのプラスチックの問題っていうのがね、本当世界共通なんですよね。で、ヒマラヤの、本当にね、富士山の標高より高いところにある、大学院の方たちともやったんですけど、もうヒマラヤの素晴らしい山脈のですね、ふもとのところに、プラスチックのゴミだめっていうか、もう本当もうショックですよね。はい、まあみんなね、しかもね、世界のどの写真見てもみんな同じなんですよ。レジ袋とペットボトルと例えばスターバックスとかああいうのカップあるじゃないですか。カップとストローの、もうみんな同じ。はい、あとポテトチップとかああいう お菓子の包装類ですよ。本当に。なんかそれを見てきて、こうやって日本でね、皆さんがすごい支持してくださって、で、吹き替え版が完成してね、本当に、嬉しいんですよね。で、吹き替え版を作られた時に、すごいよくできてるけど、だから日本のために作ったのかと思いきや、そうじゃなくて、吹き替えができたのはドイツが最初ってさっきおっしゃいましたか？あ、そうですね。もともとね、この映画は、2019年にもうアメリカでっていうか、ニューヨークで、もうプレミアしてて、はい、それからずっと映画祭をもうずっと回ってたわけです、世界の映画祭を。はい、で、2020年の8月に日本でプレミアして、はい、字幕版で1年以上ですね、はい、各いろんな団体とか学校とか企業の方々に自主上映をしてずっと回ってきたんですね。そうか。座談会して。もう本当にだからこれ、もちろん映画としてね、はい、普通は出資者を募って、ね、うんうん、商業的に成功しなきゃいけないじゃないですか。はい、だけどやっぱり私たちは非営利団体として映画を作ったっていうことは、私たちのゴールがあって、で、はい、それを、そこに達するためのツールですからね。だからもう、出資していただいている方々っていうのは別にその見返りがどうとかじゃなくて、私たちの非営利のゴールに対して出資していただいているので、とにかくたくさんの方に見ていただくのもそうなんだけど、はい、5万人の見っぱなしより、アクションを起こしてくれる5000人に見てほしいっていう気持ちがあって、一つ一つ座談会、座談会、座談会で、もうとにかくみんなとアクションを話し合い、こんなことができるんですよ、こうですよっていう話をね、はい、私がもう本当に、やっていくっていうのが、やっぱりこの映画のこう命の部分なんですよね。なるほど。ゴールは一言で言うと何なんですか？やっぱりそのプラスチック汚染を、はい、なんとかしたい。はい、気候、それがあまりにも深く気候危機と関わっていて、はい、やっぱりこれからも気候危機の問題っていうのは、うん、
もうこれからの子どもたちも、精神関わる問題になってくるわけじゃないですか。そうですね、だからやっぱりそれをみんなで解決しないと間に合わないだろうって思ってるわけですよ、プラスチック汚染を止めるっていうのがゴールっていう、まあ、一つのゴールですね。でそれによってやっぱりドミノ倒し的にやっぱりその気候危機の問題っていうのは、解決していきたいっていう気持ちがあるわけです。わかりました。はい、あの映画を見て気になったというか、あっと思ったのが、新しい工場を、そのプラスチック生産の工場を建てる計画がアメリカではこんなにあります。日本でも、あ、違った、ごめんなさい、それも出てきたけれど、その前に合流下水路というか、はい、その海の水が入ってきて、でプラスチックごみがこうどーって海に出てってしまうタイプの下水が日本でも確か191箇所ありますみたいな、はい、そうですね、表記があって、で、ああと思ったのは、その皆さんがそのなんだっけ、 NPO の名前、カフェテリアカルチャーの皆さんが思ったのは、その工場を建設するのやめようよだとか、その合流式の下水道はやめて、ちゃんとそういうの流れないようにしようよっていうことを働きかけていくのかな、そういうことをやれって言われた気がしたんですけど、そういうことをアクションでやってる方たちもいるんでしょうか。そうですね。でやっぱりね、この結局こう気候危機のところにこう、なんていうかな、帰結してくるんですけどね、はい、でそのいろんな環境問題ありますけども、はい、でその一番やっぱり大事なのは、うん、今例えばプラスチック汚染のことを考えたときに、じゃあ、はい、マイバッグを持とうとかね、マイバトルを持とうとかっていう、はい、個人の行動変容だけでは、うん、気候危機は解決できないんです。はい、遅いですよね。それだけでは足りないんですよね。つまり、みんなで社会の仕組みを変えていかなければいけない。そう思います。で、その社会の仕組みを変えるっていうことはどういうことかっていうと、そこがその、はい、民主主義に関わってくるわけですけど、はい、そこがやっぱり、アクションを起こそうと思ったときにね、はい、で結局このブルックリンの子供たちは、ニューヨークの市議会に働きかけて、はい、で、条例を変えていく。そういうアクションを起こしたわけじゃないですか。はい、で、まず彼らがやっぱりやったのは、自分たちの学校でまずは変えていこうよ。うん、そしてそれを広げていく。はい。っていう、それがその、私はこれを変革のレシピと呼んでるんですけど、はい。で、その、やっぱり変革のレシピの中で言うとね、はい、まず自分たちのところで小さくやってみて、うん、結果を出す。そして、そのビフォーアフターをデータと、映像とか、画像で見せる、はい、ビジュアルですよ、はい、でそうすると、じゃあ例えばですよ、はい、これは、ニューヨークの一つの学校でこれだけ減らせたと、ニューヨーク、そのプラスチックゼロ昼食の日っていうのがあるんですけど、はい、その映画の中でね、はい、でそしたらニューヨークに1800校あったら、はい、これだけ減らせるはずだっていう推定の値が出るじゃないですか、はい、でそれをじゃあ市に持っていく、でまずは教育委員会を変えましょう、そしてじゃあ市全体を変えましょうっていう、はい、そういうドミノ倒し的なね、はい、それがやっぱりその究極の変革のレシピだと私たちは思ってて、はい、でそれで私たちも実績を上げてきたっていう自負もあります、ニューヨークの中でね。だからそれをやっぱりその日本でもやっぱりなんか自分だけ一人なんかやってもとかいうことではなくて、やっぱ自分のいる団体なり企業なりからまずやって、そこからやっぱり、議会なり、自分のね地元の議員さんに話しかけるとかって、かアクセスするとかね、はい、企業に対してアクション、何でもいいからこう意見を、まあ、あるじゃないですか、企業だったらお客様の声とか、もうそこからでいいからやるべきなんですよね。だから自分はもうマイボトル持ってるし、ちゃんとゴミを分別してるし、もうポイ捨てなんかもちろんしないしって、みんなそうだと思うんですよ、日本人なんて。そんな故意的にポイ捨てする人なんて多分いないでしょ、ほとんど。そうし、うん、
そういうことじゃないんですよ。やっぱりだから、学校全体でじゃあこれをやめよう。市の学校全部でこれをやめよう、市全体でこれをやめようっていうふうに変えていかないとダメなんですよね。それをなんか感じてもらうと嬉しいなっていうふうに思ってます。はい。で、特に学校では子どもがやって、で、私は大人はちゃん社会でもちゃんとやるっていう、でそれを子どもたちにお手本、まあ子どもは子どものできる範囲でやるけど、大人はできればもっとダイナミックにできるよっていうところを見せて、一緒にやりたいっていうふうに、そういう意味で大人もこの、子どもたちと張り合うぐらい頑張って変えていけないかなって思うんですけど、佐竹さんが世界中のそういう映画を見た方たちと、まあ、座談会をして思う、その各国の民主主義事情みたいなこと、何か発見したことがあったら教えていただきたいんですけど。そうですね、やっぱり例えばアラビア語圏の方々っていうのは、はい、カタールとヨルダンやったんですけど、はい、まあ、カタールはアラビア語圏の中では割とこうプログレッシブというかですね、割とリベラルなんですよね、はい、それでもやっぱりそのまだまだ女性の意見とかがなかなか通らなかったり、じゃあその、企業に対してとかね、はい、政治に対してとか議会に対してとかっていうのを簡単にね、できない背景があるんですよ。だからその私たちもその何を進めるかっていうところは非常に気をつけます、その時に、はい、その簡単にそのじゃあカタールの子供たちいっぱい来たんですけど、ズームでね、はいはい、で彼らがじゃあ急にアメリカの子供と同じようにできるかっていうと、できないかもしれないんですよ。だけど、学校の中ではまずできますよね。なるほど。そういう、なんかその、ステップとか、その、背景とかですね、そういうののその違いみたいなところは、事前にちゃんと調べてですね、なんていうかな、差し支えのないというか、その聞いた子供たちがね、例えば女の子がですよ、何かその行動をしようと、私たちが言ったことでやってみようと思ったことで、はい、揶揄されることのないようにっていうか、やっぱりそういう部分っていうのはちょっとこうすごいセンシティブな部分があるのでね、はい、そういうところは気をつけました。はい、あと、インド具体的にはどういうふうに気をつけたんですか？具体的には、はい。具体的にはどうやって気をつけるんでしょうか？揶揄されるだからその、あまりこう普通はね、アメリカだったらもう議員に手紙かけとかね、言うんですけど、そういう直接的な、こと、はい、ではなく、まず学校でできることは何だろう、とか、そういうことをディスカッションして、で、そこから、自分たちのね、地域、コミュニティの中で話を聞いてくれる人、やってみたいと思ってる人、はい、困っている人、例えばそのゴミで困ってる人とかいるかもしれないですよね。だからそういう人からまずアプローチしていこうみたいなことを言いましたね、その時はね。うん、生徒の中で男の子と女の子がいて、やっぱりその、反応とかもだいぶ違うんですか？そうですね。カタールはね、小中学生だったんですよ。はい。うん、で、みんな割ときちんと女の子たちもすごく意見を言えてて、だけどもその、なんていうかな、まあ、あと地域によってもちょっと違うんですよね。はい。っていうのはありましたね。ヨルダンは？ヨルダンはね、映画祭の座談会、はい、だったので、ほとんど大人で、はい、なかなかやっぱりアクションしたいと思っても政府とかは全然言うこと聞いてくれないみたいな感じでした、大人の意見は。じゃあ大人も子供も一緒に話したっていう感じでしょうか？もっぱら大人が話して、ヨルダンはね、大人でした。ほとんど大人でしたね。そうか、親子で来たっていうか、参加してくれたのが2組とかそのぐらいで、あとは大人でしたね。まあ、でも佐竹さんみたいにこんな世界中の人たちと、いや政府にアクションするときはみたいな話、
をするってねえ、そんなねえ思いつかないっていうか思い当たらないっていうか、すごい体験ですよね。そうですね。だからあとインドとかね、インドとかね、はい、すごいアクティビストの中学生が来たんですよ。もうパネルで呼ばれてるんですよ。もうその子なんかインドのグレタとか言われてる子が来て、来て、すごかったですよ。すんごいしっかりしてて。そうですね。いくつですか？ね、中学生でしたね。12歳とかそのぐらい。女の子と女の子です。はい。12歳ってことは、まあ、ちょうど映画に出てくる人たちと一緒ぐらい。そうですね。まあ、ちょっと上ぐらいですかね。うん。あの子もすごい頑張ってて、もう。まあインドって私このテレビ局っていうかデモクラ TV で伊勢崎健二さんってやってますけど、伊勢崎さんはインドに留学しに、そのソーシャルワーカーの勉強をしに行った、つまり、活動、そう、環境活動とか人権活動とか、もうまあ、ガンジーから始まるその非暴力のその運動の系譜がすごく蓄積してるから、もうとてもまあ、市民運動がメッカっていうような言い方をしますけど、そんな感じでしょうか。うん、すごいパワーありましたね。で、地元の NPO の方と、はい、の代表の方と、その子と、私ともう一人この映画の共同監督、デビー・リーっていう共同監督にすごい4人だったんですね。はい。で、やっぱり中学生、なんかこう、はっきり言って一番パワーあったっていうか、うん、感じでしたね。でもやっぱりなかなか地元の、まあ、市議会なのかな、はい、地元の議会とかも議員とかも、うん、なかなか、動きそうで動いてくれないっていう感じですね。そうですか。その辺はすごく不満がある感じでした。インドの何州ですか？ごめんなさい、ちょっと覚えてないんですけど、そっか、ケララっていうところはすごい環境に配慮してるから、うん、いろいろ政治的にも、まあ、リベラルっていうか、アファーマティブアクションとか女性の議員も多いなんていうことを聞いたことがあるんですけど、まあ、地域もいろいろあるんですかね。地域はありますね、多分インドは。うん、インドのグレタちゃんはどの地域に住んでるんだろう、それとも各地域にグレタちゃんはいるのかな。いや、結構 いますよ。あ、そうだ。まあまあ、もちろん人口多いから、あれでしょうけど、うん、ですね。だからそれとやっぱりそのアメリカでね、はい、じゃあ何かアクションを起こそうって言った時のその、うん、エネルギーとかね、その、はい、全体的にこう、そういうことを聞いてくれる環境とかっていうのと、やっぱり、はそれとは違いますよね、やっぱりね。アメリカの方が聞いてくれそうな雰囲気があるっていうか、そうですね。アメリカはなんていうか人口比もあるんですけどね。もう、はい、ミレニアル時代、世代がもう人口の半分以上以下がね、はい、それより若い人たちが人口の半分以上になってきて、で、次の大統領選挙では、選挙民の半分以上がミレニアル以下になるんですよ。若いってことですか？そうです、全然若いんです。だからもう全然、だからそのなんていうかな、そういうアクションを起こすみたいなことっていうのが、もっとこうすごく普通に常識的に広まっているっていうか、うん、そういうエネルギーはありますね。そこはだからやっぱり日本 とこう背景がちょっと違うっていうか、なんかその話だと若い人が多いと変えやすいみたいな、それは高齢化社会が日本ほど進んでないってことですかね、アメリカは。もう人口比全然違いますよ、だから日本とは。そうなのか、うん、なるほど、うーむでも何らかその高齢化社会で比較、日本と比較できて何か参考になる国っていうのはないですかね。そうですね、まあ、そういう観点で比較したことがないのでちょっとわからないんですけどね。でも、はい、日本でも、はい、この映画の座談会を
100本近くやってきてですよ、はい、本当に思うのは、はい、あの日本の子どもたちも本当に頑張っています、うん、中学生高校生も本当にあのエネルギーある子いっぱいいますよ。そうですか、うん、だからなんかねあのこの映画見て逆に大人がね、うん、これだってニューヨークだからできるけどあの日本は無理でしょうとかいう大人いるんですけど、うん、そう思います。全然そんなことないんですよ。そうですね、うん、あの本当に私はね非常にあの希望を持っています。で、うん、日本でもこういう探究型の学習をやりたい先生がたくさんいて、はい、先生の学校っていうところが主催したこのプログラムの話ですねをした時も何百人って来たんですよ本当に、うん、で皆さんね本当頑張ってて、で小学生だって本当負けてないですよ。本当日本もねあの変わってるんです、実は。だけど大人がそれ知らないだけ。そうそうそう、本当知らないだけ。そう思うっていうか、うん、それをどうやって知らせたらいいのか、まあ、映画を見てなんか映画の裏のその監督があの下座談会みたいなところのこう発言の盛り上がりみたいなのが見られる、もう一つサイドストーリーとしてのこのマイクロプラスチックストーリーのサイドストーリーの、まあ、映画というか映像があるといいなって思ったりするんですけど、そういうのもあるんですか、うん、あ、まあ、そういうのは今のところはないんですけども、あの、今回の要するに吹き替え版はね、なんでこういうスタイルにしたかっていうと、つまり、はい、あ、まあ、こういうスタイルっていうのはですね、日本全国から子役の声優を公募して、はい、オーディションしてオーディションしてですよ、はい、で、もちろん読むのが上手くないとダメなんですけど、それだけじゃダメで、この問題は本当に何とかしたいと思っていて、うん、この映画のメッセージをたくさんの人に伝えたいと思ってくれている子にセリフを読んでほしかったんです。で絶対にそういう気持ちでねセリフを読んでくれたら見た人に絶対それが伝わると信じてたので、そういう風にしたかったんですね。で今本当にそれをやってみてね、で、はい、その声優に応募してくれた子はなんと578人来たんですけど、最初100人来ればいいやと思ったらもう蓋開けてみたらすごかったんですけど、その子たちも全員アンバサダーになってもらって、プラスチック削減のアンバサダーになってもらって、で、それがそのコミュニティとしてね、素晴らしいコミュニティができて、もう私がいつも、交流会とかもね、月1でやってるんですけど、私がいつも逆になんか勇気をもらうみたいな感じで、で結局その、そういう思いを本当に持ってきてくれた子が、あの、セリフをやってくれてるので、はい、この映画はもう、その日本の子供たちのものになったんですよ。それがまた、パワーとしてね、あの、この映画にこう、新しくこう、パワーを吹き込んでくれたっていうふうにすごい思ってて、だから本当にあの、こういうやり方にしてよかったなと思ってます。このやり方で、あの、吹き替え版ができたのは、日本が最初なんですか？そうですね、はい。あの、他の国も、自分とこもそういうのやりたいみたいなところもあるんですか？中国。お中国はね、あの、中国も座談会やったんですよ。はい。でも、先生方のグループだったんですね。で、50人ぐらい来て、はい、もうみんなすごい熱心で、もうこういうのもううちの学校でやりたいって、もうみんな熱望してて、それで、今ですね、はい、字幕版を、もっと広く先生方に見てもらうためにですね、はい、あの、中国だと、あの、お上に立てつくとこ全部カット。だから、あの、そうですよ、市議会に行くところ、あったじゃないですか。あと、最後の、あの、視聴者の前でやるとこも全部カット。本当に？あと、途中の、あの、ちょっと政治に関わるような発言のとこ、細かく全部カット。ラストシーンは、プラスチックゼロ昼食の日なんですよ、中国版は。今。で、それでちょっと短くなってるやつを、先生方に見ていただいて、それで、それを、あの、アースデーまでに、ぜひ吹き替え版をやりたいって言われてて、で、ちょっと待って、ほら、予算がね、ないから、あの、どうするって話になってるんですけど、今、結構中国から熱望されてるんですよ。ごめんなさい、質問なんですけど、はい、その、カットされちゃったショートバージョンで吹き替え版を作る。そうですね。これはだから、その、そういう政治の部分は、学校では見せられないって言われて。あの、
私香港育ちなので、っていうか香港育ちだけど別に香港 の, あの中国の学校に行ってたわけじゃない、日本人学校に行ってたから、あの中国政府の公教育は受けてないけど、でもあの中国人っていっぱい外に出てるじゃないですか。あの中華街もいっぱいあるし、華僑も華僑コミュニティもいっぱいあるし、日本にも中国人、中国人のまま中国人がいっぱい住んでるし、みんな自分たちの国に誇り持って、それだけ外に出てるってことはフルバージョンを見ようと思えば割と簡単に見られるじゃないですか。あのですね、一瞬ちっちゃな宿屋をやってたことがあって、その時に中国の人が本当にたくさん泊まりに来たんですよ。それで中国ってだってインターネットにみんな自由につながらないでしょ、どうしてって言ったら、なんかその裏アカウントがもらえる特権階級はあのいっぱいいるから、でその人たちに取ってもらうみたいなことを言っていて、ってことはそのアカウントでフルバージョン見ようと思えば見られるよねって。そうですね、うん、まあそうなんですけどね。でもやっぱりあの学校で見せるってのはまたちょっと違うじゃないですか。まあね、うん、だからこれは学校で見せられないって言われて、あのそうその政治関係のカットしたバージョンっていうのは存在するんですよ、中国版の、ま、中国語の今は字幕のそのバージョンが存在してて、で吹き替え版絶対作りたいって言われてるんだけど、あのうん、でも佐竹さんのたくましさを感じます。カットされてもくじけないっていうか、そのある分でまず学校で見せてみたいな、そのポジティブさがすごい、あの、ね、映画監督だと怒っちゃってやらないみたいな人もいる。いや、そんなことないけど、もうあのもう本当ね、中国の先生方はすごいかったんですよ、熱心で。へえ、うん、元のを見た人っていうのはいないんですか、その中国の中で。あのね、やっぱり中国にある、非営利団体、ほうほう、環境をやってるあの、はい、非営利団体の方がですね、見ていただいたんですね、あのフルバージョン、多分、なんかの映画祭で多分ご覧になったんだと思うんですよ。で、それでアプローチしてきて、であのぜひっていうことになって、で先生その集めてくださって、でも中国の先生たちもあのくじけないっていうか、そのフルバージョンじゃないやつでもとにかくやりたいっていうのがすごいですね。そうですね、あのやっぱりね、教育のスタイルに非常に興味を持ってました。探究型のあの授業の進め方、 あれに非常に感銘を受けていて、であのマイクロプラスチックをこうサンプリングするとかね、ああいう、うん、あったじゃないですか、うん、そういうところもね、もうああいうのぜひやりたいってもう言ってくれて。そうですか、うん、もう座談会の時も質問すごいいい質問がいっぱい出てなんかそうなんだ、そういう感じだったんです。広がりというか、そのネットワークの広がりが今後本当にどういうアクションに結びついて、具体的にあの下水道のこうゴミが混じって流れるっていうのを止めたり、プラスチックの工場を立たないようにできたりっていうことが、まあ、もちろんその知識が広まるっていうのもそうですけど、社会の仕組みにこう影響を与えられるんだっていうところに一つ二つ積み上げられていくといいですよね。そうですね、うん、でこの映画っていうのは自主上映を元に広げられてるんですよね。そうですね、基本的には自主上映をしていただいて、だから、自主配給してるわけですよ、私たち基本的には、うんうん、はい、あの配給会社とかもあのお話はあったんですけど、はい、それをお願いするとね、はい、あの自主上映はあの5万円とか払わないと自主上映できなかったり、何人以上だとなんか入場料取らなきゃいけなかったりとかあるんですけど、私たちはそれではやっぱり、はい、あのそうじゃなくてね、本当に手弁当でビーチクリーン頑張ってらっしゃる団体とか、そういう方々が見れるようにね、はい、あの価格は非常に安くしてるわけですよ。え、見てびっくりしました、私も、うん、通常そのいろいろなドキュメンタリー映画とかもあの関わったりプロモーションしたりっていうのもしてるんですけど、確か200ドルって書いてありましたっけ、うん、公立の小中高は100ドル、はい、そうなんですよね、だから営利団体でも200ドル、
まあ、ドルで書いてあるけど、日本の場合はそれの円換算でいいんですか？そうですね、はい。ってことは、まあ、2万2000円とか2万3000円とか今だったら、はいはい、で自主上映ができるっていうことですよね、はい、そうです。それが割とびっくりしました。え、そうなんだと思って、だから まあ、すごいなと思ったし、それに吹き替え版作る時も本当に正時さんどういう計算してるのか、地方に行ったり、正時さん自身はズームで、ディレクションがズームっていうのも新しかったですけど、でもちゃんとスタジオを取ってオーディションもやって、割と大掛かりにやっていたので、どういう採算の合わせ方なんだろうなんて思ったりはしたけれど、でそれでその配給自主上映が1回$200っていうその価格にも惹かれたというか驚きましたが、はい、すごいですね、うん、それがまあ NPO でそういうポリシーで、まあ、だからできちゃってるからってことですよね。そうですね、だって交通費って鉄道がね、うん、ボランティアで乗っけてくれるわけじゃないから、あちこち行ってっていうのは佐竹さんすごいなと思いましたが、うん、あのこれはですね、あのタラオセアンジャパンさんとアニスベイジャパンさんがあの、経済的な支援をしていただきました。そうですか。吹き替え版に関しては そのおかげでできて、あと亀岡市、京都府亀岡市ですね、もう、あの、亀岡市でやる分 あのいわゆるそういう、アゴア市は出していただいたりとかですね、あと東京のスタジオはあれ、あの無料で貸していただいたりとか、スタジオの持ち主がじゃあいいですよって言って、あ、持ち主があれはね、東方学園音響専門学校さんなんですよ、うん、なのであのスタジオ貸すことで儲けてるわけじゃないわけですね、もともと生徒さんたちが使うように音響専門学校だから、だけどすごいいいスタジオ持ってらっしゃるんですよね、本当に。うん、それであの、まあ、そういう貸していただけるところを探しているときに、人のつてでですね、そこにお願いしたら、あのそこをですね、素晴らしいスタジオを8日間も貸していただいて、京都はあの京都先端科学大学という大学 あの、うん、あんまり使われてない放送室という素晴らしいスタジオがあって、あの多分あれ90年代とかに作ったんですかね、昔の放送室の放送スタジオみたいな感じなんですよね。でそこを使わせていただくことになったりとかね、そういうところもあのなんていうかな、非営利型のプロダクションなわけですよ、もちろん。そうですか。ブルックリンにいらっしゃるのに日本のそういうところもくまなくちゃんとネットワークに引き込まれてすごいなと感心しました。それも私ちなみに住んでるのはブルックリンじゃなくてあのマンハッタンですけど、あ、そっか、はい、それは住んでるのね、あの学校はこれブルックリンですけど、はい、はい、そうですか。いや、あのなんか今週末というか、はい、123ですね、123、はい、ということは明日、明後日、し明後日というこの本当にリアルですぐに出さないといけない、はい、けれどとても大事な、オンラインの試写会、はい、試写会じゃないや、鑑賞会ですね、はい、あの、このこできたばっかりのこの吹き替え版をですね、はい、21日、22日、23日までの3日間特別にですね、はい、オンラインのプレミア をすることにしまして、それは大変だ、はい、それは大変だ。で、申し込み、参加の申し込みはですね、はい、私のその、映画の公式サイト、マイクロプラスチックストーリー .org 行っていただいて、はいはい、そこに上映情報というのがありますので、そこに、はい、載っております。でそこから申し込みを、していただいて、で、23日の、はい、10時からはですね、はい、座談会をやります。で朝の10時ですか？朝の10時、はい、はい、で、これはですね、はい、私も登壇するんですけど、はい、声優をやってくれた、子どもたちがたくさん来てですね、はい、オンライントークパーティーというふうになってて、はい、で応援出演でたくさんの方々があの大人も、声優をやっていただいているんですけど、その中の一人で、環境活動家の露木椎名さんもいらっしゃいますので、はいはい、ゲストにお迎えして、ぜひ、はい、ぜひ見なくては、あ、そうそう、ぜひお願いします、ご参加ください。21、22、23、これはあの
時間が決まっているものなんですか？それじゃなくて、お申し込みいただくとですね、はい、映画を見れるリンクとパスワードが来て、でこの21から23までだったらいつ何回見てもいいっていう素晴らしい素晴らしいことになっているので、はいはい、あのここでもう見ていただいて、で座談会は時間が決まってて、その時にズームに来てもらうっていう、そういう感じです。これはその、お金の払い方っていうのはどうするの？PTX はい、で申し込んでいただいて、はい、大人1000円で高校生以下500円になっております。これはおーすごいすごい。じゃあもう一生懸命知らせないと、ここで見てもらって、ここで、はい、そうか、学校中でこうやって見て、この機会にね、急いで見れば、そこみんなでトークできるとか、そういうのもあるってことですよね。そうですね、まあ、学校全体で見るとかいう場合は、お一人の申し込みで 全員とかっていうのは、今回のこういう形で参加者として来るのではなく、ぜひ自主上映にしていただきたい。そうですよね。はい。もちろん。もちろん。はい。お願いします。はい、で、あと他にも、これ見逃した方もですね、その上映情報、公式サイトの上映情報行きますと、他にもまだこれからも自主上映をされたり、オンラインのそういうリンクシェアの上映も、されている方々もいらっしゃいますので、そこでまた参加していただければ映画は見れますので。はい。ありがとうございます。もうそろそろって感じなんですけど、最後に1個質問していいですか？はい、どうぞ。アメリカでもこの取り組みはブルックリンの学校ですけど、アメリカの中でも随分うちでもうちでもっていう感じだったでしょうか？そうおっしゃってたような気がしたんですけど、それはそのこういうプログラムをやりたいってことですか？やりたいとか、なんかアメリカってやっぱり民主主義の国だし、まあ、さっきおっしゃってたミレニアム世代がもう半分以上になるっていうことは、もうどん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 働きかけていこうって言って、こう、まあ、広がりが早かったり、どんどん市議会とかにも働きかけていくのかなって思うんですけど、そこもやっぱり地域特性とかがあって、そういうのやるのもちょっとやりにくいっていう地域もアメリカだけどあったりするんでしょうか？あ、しますね。それは、うん、はっきりやっぱりこうリベラルが強い州とね、うん、そうじゃない州があるじゃないですか。あ、そういうところはやっぱりそういうアクションに関しては、うん、またちょっとこう雰囲気が違ったりはします、もちろん。へー、うん、すごいですね。それを佐竹さんはこう垣間見れてるわけだから、いろんな州でこうリアルに、ね、うん、やっぱりリベラルが強い、そうじゃないところってのはこういうふうに違うんだっていうのが分かるっていうことですよね。ですか。なるほど。最後に一つ、カフェテリアカルチャーってどういう、はい、どういうネーミングでこうつけられたんでしょうか？もともとこの活動をね、私が始めたのは、はい、子供たち、私の子供たちが行っていた小学校でですね、はいはい、カフェテリアを目撃、初めて目撃した時に、うん、もう床にチキンナゲット何個落ちてんのよっていう感じだったんですよ。もう当時まだこの発泡スチロールの四角いトレイを使ってて、それをザンと大きいゴミ箱に入れるだけでもう溢れ返ってるし、床もなんかこう、もう牛乳とかこぼれてても誰も気にしてないみたいな感じだったんですね。もうびっくりして、これ学校でしょとか思って、本当に。もっとびっくりしたのは、だから床とかね、そのまんまで子供たちが帰ったっていうのが、もっとびっくりして、そこにいたスタッフの方に、はい、これ子供たちは床の掃除とかしなくていいのみたいなこと聞いたら、いや、子供たちは床の掃除しちゃいけないことになってんの。それは用務員さんの仕事だからって言われて、もうウェルカムトゥアメリカだったんですよ、その時。なるほど、なるほど。なんかお母さんの常識として、女のっていう感覚だったんですね。そう、それでもうすぐ校長のとこ行って、もうなんとかしたいって言って。で、まあ、それから自分で、カフェテリアに通うようになってね。うん、でそれをやってる間に、その共同監督のもう一人で BD という女性はですね、はい、その発泡スチロールのトレイの廃止運動をやってたんです。
すでに。あ、すでに。すでにやってたんです。で、それで出会ってですね。はい。で、カフェテリアカルチャーっていう名前にしたのは、はい。その、私がもう一つね、そのカフェテリアの中で、目撃して、はい。非常に気になったことは、はい。子供たちが、給食のおばさんに、食べ物を持ってもらったときに、はい。サンキューって言わないんですよ。言わない子が多かったの。一回数えたんですよ。95人のうち5人しかサンキューって言わなかったんです。なるほど。やっぱり、はい、それって日本人的に非常に気になるんですよね。そう、居心地悪いというか。うん、やっぱりそ の, いいの、うん、全体的にやっぱりその、すごく急がされてる感じとかね。はい。もう、はい、並んで、じゃあ、もらって、はい、座って、でも、もう、座ったら、あっという間にまた片付けの時間になるんですけど、そういう感じとかが、やっぱりその、カルチャーとしてね、もっと根本からやっぱりこう、変えないといけないんじゃないかっていう、いう気持ちがあって、それでその、もう一人のそのデビリーもそういう気持ちがあって、で、カルチャーっていう名前をくっつけたっていうか、で、それで、まあ、給食のゴミ削減の活動。はい。とそれに関わるその、教室での、 その授業っていうのから始まったんです。なるほど、うん、じゃあこのカフェテリアっていうのはその学校のカフェテリアだからなんだろう学食要するにまあそうですねでもまあコロナの間はちょっと違いましたけど基本的に教室では食べないんですよなるほどここで、うんまあ、要するに学校の食堂っていうことですね。そうです、そうです。学校の食堂です。学校の食堂を文化としてこれでいいのかって考えるっていう、そういうことでつけられて。まあそうですね。はい。そうか。なんかカフェテリアって日本で言うと違う、なんかまあカフェっていう、こう、喫茶店みたいな。みんなが集って、こう、堅苦しくなく、話をする場所みたいなので、NPO でなんとかカフェとかいう名前つけるとたくさんあるんですけど、そうじゃなくてここでは本当にガチのカフェテリアのカルチャーっていう意味なんですね。そうですね。はい。なるほど。わかりました。ありがとうございます。はい。長くなっちゃってごめんなさい。いやいや、ありがとうございました。はい、いや、この週末、とても大事で、その後でも、その、ホームページ行くと上映スケジュールがあり、はい、上映の申し込みがあり そしてそのネットワークに入りたいときは入れるんでしょうか私もアンバサダーはいつでも、うん申し込みを受け付けてましてそうなんだ、はい、もうそういう活動していきたいっていう、まあ、意思がある方はですね、はい、これは各国で受け付けてるっていうことでしょうか。これは今日本です。日本のアンバサダーズチームをやってるっていう、はい。なるほど。大人でもいいんですか。大人でもいいですよ。はい。今アンバサダーは何人ですか。今ねどのぐらいだろう。全部で100ちょいとかじゃないですかね。そうですか。あもうちょっといるのかな。私もしっかり活動しますから入りたいです。うん、あぜひお願いします。本当ですか嬉しいです。はい。はい、あぜひどんどん広げて皆さんの活動に負けないように活動して、はい、いきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。またぜひ呼んでください。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうも。またどうぞ。はい、失礼いたします。おやすみなさい。失礼します。